こんにちは、ザキツカです。今日は長崎県にある新長崎港に来てます。こちらが新長崎港ですね。そして港の向かい側、道路挟んで向かい側にトイレがあります。トイレはこちら。綺麗な水洗トイレですね。駐車スペースは護岸に車を結構止められるスペースが広いのスペースがありますね。ほうほう、こんな感じになってるんですね。天候が荒れてる時にカツオの船がこんな感じで止まるんですよ。こう止まるんですね。でこの字型にこうついたてが立ってるんですね。でここに打ち手場があって、ここにもついたてがバーッとあるんですよね。で風が来ないようになってるんですね。なるほどね。風よけに囲まれてますね。なるほど。そして港の一番海側の先端にね、そこにあの船の奥にね堤防がありまして、そこの堤防で釣りをしている人がちょいちょいいますね。そこがポイントみたいな感じになってますね。ね、ちょっと行ってみましょう。船着き場には入れません。ここが堤防ですね。ほっ、あ、向こうにも堤防がある。てかここに車止めれるじゃん。あ、そうなの。歩いてきちゃった。わあ、見えなかったな。こんなところがあったのか。ここに車止められるね。で一番奥のさ堤防で釣りしてる人結構いるわ。そうなんだ。まあ、まずこっちで手前の堤防で釣りしてみますか。お、こんにちは。なんかいっぱい釣れてますね。アジですか？なんか釣れんかと思ってやっとるけど。アジ、アジですね。アジをくっつけて。あ、くっつけてるんですね。アジをくっつけて。なんか不安かなと思うけど、はい、何も食ってくれる。なるほど。まずはアジを釣りましょう。アジ、アジ釣れるかな。おお、アジ、アジ釣れた。アジ、アジ、アジが釣りました。アジ、アジ、アジ、エジアイ、エジアイ、アジ。おお、釣れました。アジですね。アジ、アジ、ピチピチのアジ、アジ、アジ、アジです。アジ入れ食い。お、来てますね。来てます。来てますね。アジが。いいです。アジ。アジです。アジ、アジ、アジ。がね、豆アジが大量に釣れます。なんか別の魚とかがね釣れればいいんですけど、とにかくねアジが多いですね。以上、新長崎港でした。またねー。